今日は韓国さんの英雄、史上最強ボクサーが全盛期の、まさとさんのボコボコにされる動画だよ。めっちゃ気持ちいいから見てみてね。世界王座を7度も防衛した韓国の英雄である。持ち上げ方が最高だぜ。平穏健康後も参戦全勝。この漫画言わない。この子が楽しみすぎる。俺にはちょっと聞かないですよ。チェンスなんでとしてやばいよ。いやー、チェンス出してやばい。まさと、韓国さんの気持ちよく倒して。マサト vs ヨン・スー・チョイ。戦ってますよね。さあゴングです。ただやっぱりあれですね、僕は59キロの階級で戦ったんですけど、はいはい、やっぱりマスター選手と比べると体2割ぐらい小さいですね、まあ、さっき話聞いたんですけど、はい、67.5キロぐらいだったんですね、だけどいい体してますね。スピードのある攻防。さあね、高橋さん、はい、鮮やかな切れ味でした。さすがですね。そうですね、あれを見逃さないっていうのはやっぱすごいじゃないですか。近距離パンチで打ち先に仕掛けようと言っています。なるほど。伊藤アナウンサー、オコーナーからのリポート。さあ、こうやってパンチでいきますもんね。あっと、さあ、ね、コミネーションから来た。畠山さん、まさとのパンチはどうですか。そうですね、いいパンチ、まあ、パンチはクリーンとはないですね。これスリップ。さあ、じわじわと詰めていくかマサト。しかしチェヨンスの心もまだ炎がついています。ロキック、キャングルついた。右下がった。さあ、まずチャンス、チャンス、まずチャンス。うわ、根性あるな。ハイキック、すごい根性ですね。一回効くんですけど、そこからが長いんですよ。なかなか倒れてこないですね。倒れないですね。マサト選手がプレッシャーかけてますよね。はい、チェヨンスバックロー。元チャンスのみによって倒れるんだぜ。キャッシュ出しております。このチェヨンスです。またバックボン。ボクシングないんですけどね、まあ、一発にかけているという、さあマサトがハイキック、これうまくかわしました。右右のフック。チェヨンスも畠山さん、このマサトのパンチで絶対に倒れてなるものかという、そんな強い思いも感じますね。そうですね、まあボクサー出身の選手でね、はい、あのまさそれもし判定までいけば、これ大健闘だと思いますけどね、はい、さあ、ローキック、ローキック、ここでタオルが入った。今からいいところなのに。韓国最強選手弱すぎるんだぜ。元ボクシング世界チャンピオン、7度の防衛をしている選手なのに、パンチでマサトに打ち負けたら勝ち目なしだろ。パンチあんまりだったんだぜ。みんなのコメントはどんな感じ。元ボクシング選手に対して、パンチだけで倒してやるが本当好き。マサトの全盛期はマジですごい、強い。たまにやり返してくるサンドバッグ。ローキック、膝蹴り、ストレート、ハイキックの4連コンボ。マサトの攻撃をよくここまで耐えたなと。これだけマサトのパンチ避けてるのすごいわ。ボクシングにないですけど根が草。韓国人は悪くない、相手が強すぎた。試合前の V でパンチで倒してやるよ。初手ハイキックでダウンはわろた。マサトさん強すぎだぜ。はい、今日は韓国史上最強選手を、マサトさんが子供扱いし、ボコボコにした動画でした。ご視聴ありがとうございました。マサトさんの全盛期はかっこいいし、強すぎなんだぜ。ご視聴ありがとうございましただぜ。